お待ちしておりました。親父も時期到着です。今出所してこっちに向かってますわ。夜が夜なら盛大に迎えるとこやけど、無所での出迎えは禁じられてます。それは近江連合若頭でも同じことで。ああ承知してる。せやった。あんたも10年食らってはったな、親殺しの罪で。これから近江ぶっ壊そういう俺らも似たようなもんやけど。なんや獅子堂、急におじけづいたんか。長年あった極道の組織と歴史を俺らだけで幕引こ言うんです。頭は緊張せえへんのでっか。しとるかもしれんけど、もう腹は決まっとるからな。お前気ぃつけろや。親父の前でそんなくだらんこと言うんちゃうぞ。へい。おかえりなさい。おう、お勤め、おやじ、ご苦労様でした。おやじ、おやじ、おやじ、お前らもご苦労やったの。おかわりありませんな、おやじ。おかえりなさい。鶴野、獅子堂、ようやったな。死んだはずの竜を生き返らせたんや。大変やったやろ。超手こずりましたけど、元手が500億あったもんで、大道寺の首輪もかなり緩くなりました。よう来てくれたな、キリオン。お互いややこしい立場になったもんや。あんた探すのにどんだけ銭つこたか。あって早々金の話とはな。昔はもっと夢のある男だった。死人に化け取った男がどの口で言うとるんや。大体最初から無理やったんとちゃうか。死体も身内に堂島の竜が死んだ言われて誰が真に受けんねん。そんなもんアホだけや。お前以外はみんな騙せていた。本気でそう思っとるんやったらあんたも大概やな。しゃあけどその話はもうええ。今日はあんた抜きではやれん一大事がある。極道終焉の日や。ああ思い切った手に出たもんだ。お前も大吾もわしらが思い切ったんとちゃう。時代がわしらを追い詰めたんや。政治家や警察の皆様がとうとう法律でわしらを人間扱いせんでもええようにしてくれはった。この先極道は組織ごとお上の言いなりになるか、地下に潜ってマフィアになるかや。そうらしいな。今やったらまだ第三の選択肢を用意できる。組を解散して新しい受け皿でできる限り多くの極道を救い上げる。これが遅れれば遅れるほどわしらにできることはなくなってくんね。ほんでより多くの極道を路頭に迷わせることになる。それが正しい判断かどうか正直俺には分からねえし、口を出す資格もねえ。だがお前らが命張ってやろうとしてることだ。手重ねる理由を思いつけなかった。あんたも大道寺のリスク背負ってきてくれてることは聞いとる。それでも近江連合と東条会、この二大組織に引導を渡すには伝説の極道たちが必要や。ふん、今日は頼むで、キリハン。親父、解散届はお持ちで。ん？歴史的な瞬間です。解散届持って決めのポーズくれませんか。おい、アホなこと抜かすな。ええやないですか。今時は何でも記録に残すんです。ねえ、キュウリュウさん、
おい、やめろや。ええ加減にせ。死んだはずの東条会元四代目と結託した近江連合若頭、組を裏切り近江連合の解散を画策。その懐には今警察への解散届が入っとる。なるほどな。お前は解散に反対っちゅうわけか。獅子ども。近江の人間がこの動画見てもうたら誰かてお前らぶっ殺すわ。そんで俺は裏切り者暴き出した英雄になれる。なんやと。とりあえず渡せ組はいただいとこう。もう根回しも済んどるんで。なんやお前ら。組長も頭も反逆者やった。そらみんなアホらしなるわ。あんたは親父らに尻尾振んのに夢中で下のもんが見えとらんかったな。要は器が小さいいうことです。お前は違うってな。部をわきまえて一歩一歩行きますわ。まずは組長から始めて、ゆくゆくは近江の跡目。大きく出やがったな。生まれが悪いもんで俺はチャンスと見たら命張る申しないんや。今日まで2年ずっと待っとった。近江解散の陰謀を暴くこの決定的瞬間をな。そんな前から裏切っとったか。ドアホ、先に裏切ったんはお前らやろか。寂しかったろ。西谷桐生一馬に渡瀬勝。お前らクソ虫だよ。裏切り者の老いぼれども。あんたは何で生きとるんや。西谷会長。西谷会長を殺したんは俺やったでしょ。桐生さんはその現場におったが俺の背中越しにしか見とらんかった。血のりが出るおもちゃで刺すふりしとっただけ。ちゃんとすぐそばまで救出チームを来させとった。全部計算づくや。お前らの悪だくみもここまでやな。なんでや獅子ども。お前も西谷を恨んどったやないか。せやのになんで。おっしゃる通り、俺は西谷会長にずっと命逃げられて何年も地獄を味わわされてきた。そこに手差し出して拾ってくれたんはあんたや頭。その恩をあだで返すんか。ガキンコロ、ゴミクズ当然やった俺が今じゃ肩で風切って街歩いとる。ずっと憧れよった眩しい夜を生きとるんやで。強い側に立って初めて分かった。力と恐怖で人を支配するっちゅうのはこんな気持ちいいもんなんやな。お前、俺が食う飯、着る服、抱く女、あんたはそれを俺にくれたったと思うとるかもしれん。ああちゃうで。何年もかけてどん底から這い上がったんはこの俺や。あんたは最後にほんの少し手差し出しただけ。どえらい勘違い男のあんたにアゴで使われて何遍ぶっ殺そう思ったかわからんで、我ながらよう我慢できたもんや。あんたに借りなんぞない。
俺が手にしたもんは全部この俺が自分の力で勝ち取ったもんや。それをなんや、国をなくすやと、近江連合を解散させる、アホ抜かせ、頭湧いとるか、腰抜けか、獅子堂。せやけど、お前らの陰謀騒ぎ立てたところで何の証拠もない。時が来るまで泳がしとくことにした。さらに証拠掴んだとして一人で近江を塗り替えれる思うほど俺もアホちゃう。ちゃんとその後の絵描いてみせな。誰もついてこんやろ。鬼人会を後ろ盾にしたらみんな解決や。この間火事場で助け出した西谷会長に俺は手の内全部晒した。桐生一馬の生存、近江連合と東条会の解散計画、驚愕の裏切り、許しがたい陰謀だよ。だろ渡瀬の兄貴。昔はあんた人言派の出ってことも気にせず俺を認めてくれたじゃない。極道は力さえありゃそれが全てだって。口だけじゃなく手本も見せてくれた。あんたを本物の男だと信じたから代わりに手汚すのだって構わなかったんじゃねえか。あんたが任侠の善玉みたいな顔してられんのは誰のおかげだよ。なのにこの俺を解散の邪魔だ、殺せ、始末しろときた。耳を疑っちまうよな。ちゃう、あんたを殺すっちゅうのは俺が言い出したことや。黙ってろ鶴野、言い訳にもならねえんだよそんなもん。俺のことも近江のことも渡瀬の兄貴は裏切った。俺らがそれでどんだけ傷ついたと思うなあ。それに引き換え獅子堂、お前はマジで大手柄だ。愛してるぜ。あんたらがいらんいう近江の組織は俺らが丸ごといただいたる。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから今この状況がある。正直に言う礼儀にはこの状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍。こんなありがや、今日一番の山場が来るのは近江の本部は戻った。ああ、俺もそのつもりだった。だからもしあんたが無所で体なまらせていたんなら多分俺らはここまでだ。ふん、わしゃ今日という日に備えとったやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って寂しいとらんやろな。いいだろう、少し希望が出てきた。お前はどうだ鶴野は。どうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきから血たぎってしやがれ。上出来だ獅子堂。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。だが随分でかい穴がある。あ、ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる。その時は何もかもご破産じゃねえのだ。本当にここにいるお前らだけで俺たちを止められるのか。おもろいな。また動画撮っとけ。近江連合全員に俺らのお手柄見せな。ええ、老害どもはまとめて始末したる。
今ここが神聖近江連合の幕開けや。ぶち殺したれ。しゃあ、こちらは何とかする。持ちこたえてくれ。こんなアホなことあるかい。おかげで
いい肩慣らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。おめえ、せっかくのスクープをすまんな。殺したかったのはあんただよ。わしもお前やったらそう考える。お前に殺されるんやったらしゃあない。あんたのそういうとこが好きだった。なんで裏切った。なんでだ渡せ。悪いな、わし今日は死ねんのや。ザクラ、まだ嫌がったのか。あなた方のピンチかと思い切ってアクセルを踏んだんですが、少し過剰防衛でしたかね。花、なんでここに。うちもおるで。最近はうちでも赤目さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで、上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにあります。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ここからが本番なんだぜ。ふん、分かっとるわ。ちょっとしみるかもしれんけど、見た目だけでも傷隠さな。これから近江を解散しよういうのにカッコつかへんやろ。自分とこの飼い犬にめっちゃ噛まれてましたって。痛いとこついてくんな、姉ちゃん。返す言葉もあらへんわ。お腹は血止めただけやからな。せいぜい動かんようにしとき。くそ、いった。あなたは休んでいるしかなさそうですね、鶴野さん。歩くのもつらいようではどうしようもないでしょう。アホ抜かせ。親父は腹まで刺されとるんやで。それに今日のために準備重ねてきたんはこの俺や。これからって時に外されてたまるかい。まったく、なんでそこまで上のために体を張れるのか。極道というのは気が知れません。こいつは今時珍しいタイプだがな。それより西谷はどうする。ご心配なく、すぐ大道寺の者が回収に来ます。我々はぼちぼちここを出るとしましょう。みんなお待ちどうさん。
渡瀬さんの傷隠しメイク完了や。もう近江の本部行ってええよ。うちはここでお見送りや。お、上流、何？あんたに初めて会った時はここまで世話になると思ってなかった。ありがとな、赤目。改めて礼を言う。なんや、そんなもんこれきり最後のお別れみたいやんか。そうだな、少し固く言いすぎた。戻ったらまた上流に仕事用意しとくさかい。そん時はしっかり頼むで。ああ。これでやっと最初の予定に戻ったな。いや、そうでもない。味方に勘定しとった獅子道が消えて、わしは腹に刺し傷抱えとる。するのも足を負傷中や。その代わりにリムジンをご用意したじゃないですか。近江の若頭が泣き言ばかりでは困りますね。おいおい、お前もう黙っとれ。今のは一言余計どころの話じゃないで。こっちはガタキトンのメイクで隠してる身や。しかも本部ついたら精一杯強がらなあかん。今だけ多めに見てくれや。それがお望みとあらば。花は近江の本部まであとどのくらいだ。10分もあれば着きます。つまり15分後には近江連合と東上会の解散が宣言される。どこ吹っ飛ばすかもわからん爆弾に火つけるっちゅうわけや。ああ、あんたは大層の役を買って出たもんだ。極道って歴史に引導を渡そうってんだからな。だがこれはあんたにしかできねえ。解散宣言の書状ってのがあるのか。うん、ちゃんと用意してある。まるで遺言でも書いとる気分になった。確かに似たようなもんかもな。鬼が出るか蛇が出るか、まあ最悪に備えとったら間違いないやろ。さすがに本家若頭の出迎えともなると壮観ですね。この人たちに向かって組は今日で解散というわけですか。もう黙っといてくれ。渡瀬、傷はどうだ。今人生で一番の痛みや。顔が引きつらんようこらえとる。お前は俺が守りきってみせる。誰にも指一本触れさせやしねえ。おい、やめや。これてまうやろ。頭、よくお戻りで。お疲れ様でした。私はここまでです。無事終わることをお祈りしています。いろいろあったけど世話になったな、花輪さん。上流、あなたはこの先も大道寺のために働いていただきます。必ず生きて戻るように。ああ、
わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿、どないなってますんや頭、何言うとるんや。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。この間ですね、東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、なわけあるかいボギー。それ渡せ、この裏切り者か。西島、今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや。真島の兄さん。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみろ。なるほど、そういうことやったんですが、荒川はあいつが荒川真澄だな。そうです。来ないな喧嘩、一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか剣道。味方になると頼もしいね。なんや、おもろいことになってきましたな。で、今天道の横におるもじゃもじゃが昨夜話した春日です。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。血がたぎるってもんじゃねえか。始まりますぜ。ああ、狙われるのは渡瀬と大吾だ。誰も近づけさせない。くそが、いい加減にさらせ渡瀬。やべ、渡瀬。なんだ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？ふっ、何を言うとるよ。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。
こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやる。くっそー、マジか。キリュウさん一人だけカッコつけすぎや。まだ食い足りねえぞ、こら！やれる。